レオのラ公演大成功。帰国後のラビット。生出演でファン歓喜。朝の風に吹かれてレオ帰国。ラ公演の余韻とラビット。出演の裏側。朝の冷たい風がロサンゼルスの街を吹き抜ける中、レオは空港のゲートをくぐり抜け、ラでの公演の余韻を感じながら帰国の途に着いた。アティーズのオープニングアクトを務めた彼のパフォーマンスは大成功に終わり、観客たちは熱狂し、 彼自身もその熱気に包まれていた。しかし、帰国後の予定はすぐに詰まっており、ラビットの生出演が待っていた。飛行機の中で彼は少しでも休息を取ろうと試みたが、頭の中には次々と浮かぶ思い出や今後の予定が渦巻いていた。睡眠は浅く、疲労感は消えなかった。しかし、ファンの期待に応えるためには、 いつものように元気な姿を見せなければならないという決意が彼を支えていた。到着後、すぐにスタジオに向かい、メイクと衣装を整える間もなく本番が始まった。ラビットのセットに立つと、彼は自然に笑顔を浮かべ、視聴者に元気を届けるべく全力を尽くした。彼の登場にファンたちは大いに喜び、SNS 上でも、レオ君、お帰りなさいお疲れ様でした、という声があふれた。 特にラでの経験や感謝の言葉を彼の口から直接聞けたことに、多くのファンは感激していた。レオの帰国直後の忙しさは、まさに彼のプロフェッショナリズムを象徴していた。どんなに疲れていても、彼は常に前向きであり、ファンとの交流を大切にしていた。それは単なるパフォーマンスではなく、彼の人間性そのものだった。彼の努力と献身は、ただの一瞬の笑顔や言葉に過ぎないかもしれないが、 それが多くの人々にとってどれほどの意味を持つかは計り知れない。朝の放送が終わった後も、レオはスタッフや共演者と笑顔で接し、その場の雰囲気を和ませた。彼の存在が与える影響は、目に見えないところで確実に広がっていた。ラデの公演と日本でのメディア出演という2つの異なる舞台を行き来する彼の姿は、多くの若者に夢と希望を与えていた。彼の成功は一夜にして成し遂げられたものではなく、 日々の努力とファンへの感謝の気持ちが積み重なった結果であった。これからもレオの挑戦は続くだろう。新しいプロジェクトや国際的な活動が彼を待っている。その一方で、彼は決して初心を忘れず、常にファンとの絆を大切にしながら進んでいくだろう。彼の物語はまだ始まったばかりであり、これからも多くの人々を魅了し続けるに違いない。レオがスタジオを後にしたとき、 まだ彼の一日は終わっっていなかった次のインタビューやリハーサルが控えていたが、彼はまず一息つこうとカフェに立ち寄った。注文したコーヒーを手にしながら、彼はラデの公演を振り返っていた。ステージの上で感じた高揚感、観客の歓声、そして共演者たちとの絆。それらすべてが彼の中で一つの大きなエネルギーとなって、これからの活動の原動力となっていた。 カフェの窓から外を見つめる彼の目には、新たな目標が映し出されていた。音楽活動だけでなく、俳優業やモデルとしての活動も視野に入れていた。多彩な彼は常に新しい挑戦を求め、自らの限界を超えようとしていた。しかし、その裏にはファンの支えが不可欠であることを深く理解していた。彼の心の中には、常にファンへの感謝の気持ちが溢れていた。その日の午後、 彼は次の仕事先へ向かう途中、SNS でファンのメッセージを確認していた。ラデの講演、本当に素晴らしかった。日本に戻ってきてくれてありがとう、疲れているのに笑顔を見せてくれて感謝していますなど、温かい言葉が次々と目に飛び込んできた。彼は一つ一つのメッセージに目を通し、そのすべてに心から感謝の気持ちを感じていた。彼の活動の背後には、こうしたファンの存在があることを再認識し、 さらなるモチベーションを得ていた。次のインタビューでは、彼はラでの経験や今後の展望について語った。彼の話す内容は常に前向きで、夢を追い続けることの大切さを強調していた。僕がここまで来られたのは、ファンの皆さんの支えがあったからです。これからも一緒に夢を追いかけていきたいと思います、と彼は語り、その言葉は多くの人々の心に深く響いた。インタビューが終わると、 彼は次のリハーサルに向かった。新しいプロジェクトのための準備が始まっており、彼はその一環としてダンスの練習に取り組んでいた。ステージでのパフォーマンスはもちろん重要だが、彼にとってはリハーサルも同じくらい大切な時間だった。練習場では汗を流しながら真剣に振り付けを確認し、より完璧なパフォーマンスを目指していた。彼の集中力と情熱は、周囲のスタッフや共演者たちにも伝わり、 その場の雰囲気を一層引き締めていた。リハーサルが終わる頃には、夜も深まっていた。長い一日を終え、ようやく自宅に戻ることができた彼は、まずシャワーを浴びて疲れを癒した。その後、リビングのソファに座り、今日の出来事を振り返った。ふと、SNS に寄せられたファンのコメントを再び読み返し、その一つ一つに感謝の気持ちを新たにした。彼にとって、 ファンとの交流は何よりも大切な時間であり、それが彼の活動の原動力であった。彼の目には、次のステージに向けた決意が宿っていた。新しい曲、新しいパフォーマンス、そして新しい挑戦。すべてが彼を待っていた。しかし、その先に待つ未来を信じることができるのは、彼自身の努力とファンの支えがあるからこそだった。彼は再び立ち上がり、明日に向けた準備を始めた。 これからも続く長い旅路の中で、彼は一歩一歩着実に前進していくだろう。彼の物語は、多くの人々にとってインスピレーションとなり続ける。夢を追い求めることの素晴らしさ、努力を続けることの大切さ、そして感謝の気持ちを忘れないこと。それら全てがレオの生き方に凝縮されていた。彼の旅はまだ始まったばかりであり、これからも新たな挑戦と発見が待ち受けている。 彼の姿を見つめるファンたちは、彼の成功を共に喜び、彼の苦労を共に分かち合いながら、これからも彼を応援し続けるだろう。その夜、レオは深い眠りに落ちた。夢の中で彼は再びステージに立ち、ファンたちの歓声に包まれていた。現実の彼もまた、その夢を追い続けるために、明日も新たな一歩を踏み出すだろう。彼の物語は続いていく。朝日が昇るともに、 レオは新たな一日を迎えた。彼の目にはあだ少し疲れが残っていたが、その表情は前向きで輝いていた。彼のスケジュールは再び詰まっており、レコーディングスタジオでのセッションが彼を待っていた。音楽は彼の情熱そのものであり、新しい曲を作り上げることは彼にとって何よりも楽しみだった。スタジオに到着すると、彼はすぐにマイクの前に立ち、リハーサルを始めた。彼の声は力強く、 感情豊かで、まるで魂そのものを歌に込めているかのようだった。プロデューサーやエンジニアたちもその熱意に引き込まれ、セッションはスムーズに進んでいった。彼は自分の音楽に対して非常に厳しい目を持ち、一つ一つのフレーズに納得がいくまで何度も取り直した。その日のレコーディングが終わる頃、彼は達成感に満ちていた。新しいアルバムの制作が順調に進んでおり、 彼の中には次々とアイデアが湧いてきていた。彼の想像力は無限であり、それが彼の音楽をさらに魅力的なものにしていた。スタジオを後にする際、彼はスタッフ一人一人に感謝の言葉を伝え、その温かい人柄が周囲を和ませた。次の予定は、ファッションショーのリハーサルだった。彼はモデルとしても活躍しており、その多彩さは多くの人々に驚きと感嘆を与えていた。 彼のスタイルは常に洗練されており、どんな服を着ても自然に着こなしてしまうその姿は、まさにプロフェッショナルだった。リハーサルでは、新しいコレクションの衣装を身にまとい、ランウェイを歩く彼の姿は一際目立っていた。ファッションショーのリハーサルが終わった後、彼は短い休憩を取るために控え室に戻った。そこで彼は、再び SNS をチェックし、ファンからのメッセージに目を通した。 新しいアルバムが楽しみ。ファッションショーでのレオ君も見たい、といった声が彼の心を温かくした。彼はその全てに目を通し、一つ一つのメッセージに対して心からの感謝の気持ちを持っていた。夕方には、トークショーの収録が待っていた。彼はその場で、最近の活動や今後の計画について語る予定だった。ステージに立つ前、彼は深呼吸をして心を落ち着かせた。 彼の話す内容はいつも前向きで、夢を追い続けることの大切さを強調していた。僕がここまで来られたのは、皆さんの支えがあったからです。これからも一緒に夢を追いかけていきたいと思います、と彼は語り、その言葉は多くの視聴者の心に深く響いた。トークショーの収録が終わると、彼は再び SNS をチェックし、ファンからの反応を楽しんだ。多くの人々が彼の言葉に感動し、 彼の活動を応援していた。彼はその全てに目を通し、心から感謝の気持ちを抱いていた。彼にとって、ファンとの交流は何よりも大切な時間であり、それが彼の活動の原動力であった。その夜、彼は自宅に戻り、ソファに座ってリラックスした。長い一日を終え、彼はようやく一息つくことができた。彼の目には明日のスケジュールが浮かんでいたが、 それに対して彼は決して疲れを見せず、むしろ新たな挑戦に対する期待感が満ちていた。彼の物語はまだ続いており、これからも多くの人々に夢と希望を与え続けるだろう。彼の目には、新たな挑戦が待っている。音楽、ファッション、俳優業と、多岐にわたる彼の才能は、これからも多くの人々を魅了し続けるに違いない。彼の成功は一夜にして成し遂げられたものではなく、 日々の努力とファンへの感謝の気持ちが積み重なった結果であった。これからもレオの挑戦は続くだろう。彼の姿を見つめるファンたちは、彼の成功を共に喜び、彼の苦労を共に分かち合いながら、これからも彼を応援し続けるだろう。その夜、レオは深い眠りに落ちた。夢の中で彼は再びステージに立ち、ファンたちの歓声に包まれていた。現実の彼もまた、その夢を追い続けるために、 明日も新たな一歩を踏み出すだろう。彼の物語は続いていく。彼の夢と努力が、これからも多くの人々にインスピレーションを与え続けることを願いながら。